皆さん、第4回水内大会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。水内の選手もかなりレベルが上がり、今回はチャレンジマッチとして3試合が組まれております。どうぞ最後まで、楽しんで、で興奮して帰っていただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。今回、嵐選手とシングルマッチということで、多分1回シングルやったことあるんですけど、まあ3年前ぐらいですかね、その時の違いをね、嵐選手にちょっと感じてもらって、僕もやっぱり大日本代表として、ね、この水内に上がってるんで、今日はもう思いっきりエルボーぶち込んでぶっ倒したいと思います。まあこれで新木場でね、だいぶ体も大きくなって、関本と2人いいタッグだなと思って見てましたけども、やってみてまだね、若さでガツガツくるから、まあ、今日は楽しみですよ。まあ、楽しみだけどもまだまだってところはね、存分に見せつけてやりたいなと思ってます。本日の第3試合、水内チャレンジマッチ、15分一本勝負を行います。青コーナー、大日本プロレス、180センチ、100キロ、川上隆一。赤コーナー、天竜プロジェクト、190センチ、140キロ、嵐。
9分09秒、9分09秒、勝者嵐。